こんにちは、ライムです。今回は、こちらのメインクエスト835トリックマスターの、攻略動画やっていきたいと思います。今回のこのトリックマスターから異様に、マレフィセントドラゴンでね、結構厳しい戦いをした方とかね、ギアゴレムで厳しい戦いした方もいらっしゃるかと思いますけど、こっからね、トリックマスターからもうめちゃめちゃ難易度上がったね。これはもう皆さんね、やった方とか、ここで積んでる方とかいらっしゃるかなと思うんですけど、マジで強いよね、これ。ほんとね、最初びっくりしたもん、やった時。適当なね、レイドデッキでこれメインクエストやってて、で、レイドデッキのこのね、トリックマスター入ったら普通に勝てなかったからね。え、マジで?と思って。目を疑ったよね。すげえ適当にやってたんですけど、負けた時にはね、かなり目を疑って、もう一回ね、そう、ガチデッキで挑んだら勝ってたけどってやつですね。もうどうかと思う。マジで。この難易度はね、13期間イベントだったりとか、あとハデスカップとかね、そういうイベントでやればいいのにって思う。メインクエストをここまで難易度高くする意味ってないよねって思う。これ、プラウドモードどうなるんだろうねっていうね。はい。プラウドモードで苦戦されてる方も、いるみたいです。そちらの動画もちょっと、近いうちとは言えないけど、プラウドの動画も一応撮る予定としてはあるので、ちょっと僕自身がプラウド全然サボっててやってないっていうのが、一番のでかい理由なんですけど、はい。とりあえずメインクエアのこれね、やります。で、チャレンジ条件が全部で2ターン以内クリアと、あとノーコンティニュークリアがあるんですけど、もしかしたら勘違いされてる方いるかなと思うんですけど、これチャレンジ全部埋めなくても別に先に進めるんで、埋める必要っていうのは全然ないです、これ。別に。絶対埋めたいって人はもちろんいるでしょうけど、コンプ精神持ってる方はね。ただ、勝つだけで次のメインクエスト自体には進めるので、とりあえず、勝てる、とにかく勝てるデッキ、簡単に勝てるデッキと、あと2ターンキルができるデッキの、とりあえず2パン、その2つ考えてきたんで、そちらを紹介していきたいなと思います。とりあえず、勝てさえすればターン数は別に、称号とか別に興味ないって人は、とりあえずこれだよね、これ。これがね、一番簡単なんじゃないのっていうデッキです。どれぐらい簡単かというと、自前で星7メダルがまず2つで OK。2つでよくて、で、サブスロットが0。ですね。で、バフメダルもカイリー X で OK。これバフメダルカイリー X にはなってるもののね、他のステンドグラスだったりとか、もちろんカイリー X、カイでもいいし、他のバフメダルでも一応代用はできます。ただ他のメダル使うときはね、消費ゲージだけ注意してっていう感じです。アビゼロとかつけてあれば別に、これカイリー X じゃなくても、普通にステグラでも、他のね、もう、この陸王とかでも良かったりしちゃうからね、これバフ的に考えて。これ攻撃バフついてるんで、はい。あ、ごめん、これじゃねえや。これじゃねえや。これじゃねえけど、最近のね、ペロメダルとかで、攻撃バフがついてるメダルもありますので、そっちの方を使うっていうのも全然ありだと思います。はい。これじゃないとダメっていうデッキで全然ないので、この辺はね、皆さんの、手持ちでね、工夫してもらえればなと思いますけど、はい。で、一応これ耐久になるんで、属性防御バフ、そしてプーティガラビット入れてます。これ、ちょっと前かな、あれ、いつだかな、半年ぐらい前かな、に、ユニオンクロスかなんかで配布されたやつですね。配布メダルなので、完全無課金メダルなので、その当時からやってる人なら持ってるかなと思います。ただ、新規勢の方は持ってないと思うので、その辺は他の属性防御バフのメダルで代用してほしいなと思います。最近で言えば、バイオレットとかね、インクレディブルメダルのバイオレットだったりとか、あと、ホワイトマッシュルームか。ホワイトマッシュルームも4段階アップだったかな。あたりで一応代用等はできますので、最近始めた方はそちらで、収課金とかね、してない方はこちらのブーティガラビットとか使うっていう方法でいいかなと思います。とりあえず属性防御バフ、5、6段階上がってれば確か耐えれんのかな、全然。で、一応これ、スキルがガードエクセル 100% ですけど、多分ね、ガードエル 100% でも耐えれるんじゃないかなっていう感じ。でした。ちゃんと防御バフさえ貼ってあげればね、属性防御バフね、防御バフではなく属性防御バフですからね、これ皆さん間違えないようにね、
はい。で、そんな感じで、で、これね、陸王、これ無覚醒の、なんか、ハイスコアメダルかなんかで適当にスキルつけたやつですけど、これアビニエン、ただのアタ、L100% なんで、まあ、激弱。こんなんで、このナメプで勝てるっていうね。で、これナミネ。これ一応空中ついちゃってるんですけど、まあ一応これスキルも結構、エクセル 200% で結構ナメプなとこあるんで、うん、これでいきますと。これがね、超最低限のギリギリの火力。これ以下の火力になっちゃうと突破できません。まあ理由はこの後お話ししますけど、最低限これぐらいの火力が欲しいっていう。うん、今回明確なね、ボーダーライン、火力のボーダーラインがあるんで、これ以下の火力だと突破できないと思ってください。突破できない方はね、今焦らずに、自分のメダルを鍛えて、まあ、強くなった時に挑むとかっていう方法の方がいいかなと思います。あと今回これね、サブスロゼロだし、あとブーストね、キーベルトブーストとかっていうのも今あるんで、そちらのブーストが来たタイミングで、自分の得意なキーベルトのブーストが来たタイミングで突破するっていうのも全然ありだと思うんで、この後ね、この次の編成でお話ししますけど、はい、とりあえずこの編成でトリックマスターやってきます。でね、これパートナーね、パートナーが、できれば強いメダル、最近のね、カウントがあるんで、敵のね、エメラルドソナタかな、に対、カウントがついてるので、カウントをなるべくなら発動させたくない。発動させた時点でダメっていう気がするので、これを回避するためにですね、カウントなしかカウントプラスのメダルを選ぶしかないんですね。ってことで、今回このペロサス、使います。でこれ機関ブーストついてるんで、機関ブースト込みでギリギリの火力って感じで、覚醒スキルも結構ガチガチですけど、ここまでモリモリが必要なのかは分かんないけど、まあもちろん覚醒もねついてるに越したことはない。特に空中エネミーね、エメラルドソナタをまあ先に倒したいっていうところがあるんで、とりあえずできれば空中エネミーとかついてた方がまあ楽かなと思います。はい。まあ、インビジブルでもいいんだけど、インビジブルだとね、これ単体攻撃で、カウントが普通に減っちゃうので、その辺ですね。自前でカウントが減らない、カウントなしのメダルを編成するならいいんですけど、今回みたいにこの陸をね、これカウント減っちゃうんで、これ使う場合だと、ちょっとインビジはダメかなと思うので、カウントなしのペロサスかなと、使うなら。って感じですね。はい。行きましょうか。確かこれでいけたと思うんだよな。忘れないで、私がいつでもそばにいること。忘れないで。ああ、でもももしかしたらあれかもしれない。カウントの兼ね合いで。ちょっと陸王だとダメかもな、これ。ちょっと1ターン目の火力見てみよう。これね、エメラルドソナタの回復が4000くらい回復されちゃうんで、まあダメージ的には4000以上ないと多分ダメ。あ、これ微妙だな。一旦で回復込みで200くらいしか削れてない。まあ一応これでもね、延々ただこれこのまんまオートで放置しとけば多分勝てるんだけど、であとあれだね、やっぱカウントがちょっと一つ足りてないかもしれない。陸王がこれ3回攻撃なんですけど、そうだね、カウントプラスが 1足りてないな。これもう一回これカイリー X コピーしないと多分ダメだね。うん、エメラルドソナタの HP はね、ほんの少しずつ削れてるんだけど、分かった。もう一回コピーしないとダメだね、これ。ということで、これナミネの星7である必要は全くない。ガーデックスで要因として星7使ってるだけなんでいいんですけど、ここでもう一回コピー挟む必要あるな。まあ何でもいいや、前コピーなら別に何でもいい。
これ別にあのカイリー X コピーしなくてもカウントプラスのメダル1枚入れてもらえれば何だっていいんだけどね。インクレディブルメダルか一番楽か、あの無料配布でみんな持ってると思うんで、1枚は最近始めた方だったらインクレディブルメダルなら全てね、バフとかついてるんで、まあ、このミゲルとかでもいいんですけど、ミゲルエンダンテでも全然いいね。はい、ミゲルエンダンテでもいいし、普通にカイリー X、2回コピーっていう作戦でも全然いいと思うんで、はい、これでも別にいいかなと思います。あ、ごめん、 なんでこれ入れたの、こっちだ。はい、これ星6だね。はい、これでいいかなと思います。これでね、耐久できるかな、1枚で足りれば多分足りると思うんだよね、おそらく。属性防御バフ3段階とガーデックセル 100% あれば多分耐えるんじゃないかなと思う。忘れないで、私がいつでもそばにいること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 。ちょっと敵の火力とこちらの火力両方見ていきましょうね。で、一応陸王のバフとデバフが2ターン持続するのかな。だから2ターン目以降の方が火力としては出るはずなんだよね。うん、まあ多分これ1ターン目は死ぬんですよ、属性防御バフ1段階なんで。今のダメージ7700っていう数字を見ると多分耐えるね。2ターン目以降は全然耐えるわ、多分。ここで波に EX 使えたりするのかな、ふと思ったけど。うん、若干火力上がったかな。とはいえ、気の長い作業だな、これ。ほんと火力ギリギリだね。これでほんと火力ギリギリって感じ。多分これで耐えるんじゃねえかな。うん、耐える耐える。OK。うん、属性防御バフ1枚で大丈夫なんだね。まあ、プーティガラビットがね、あの、3ターン持続するバフなんで、うん、2ターン目以降はどんどん硬くなっていくっていう。別にコピーする必要なかったね、プーティガラビット、やっぱ。はい、ね、これで本当に本当に地味にこのエメラルドソナタの HP を削っていくっていうね、戦法なんですけど、地味すぎ。これ今3ターンで HP、 エメラルドソナタの HP ゲージが 700ぐらい削れたんですよ。地味地味。うん、まあというような感じなんですよ。これちょっと時間あまりにもかかりすぎるんで、これ以上はやりませんけど、とりあえずね、こんな感じ。ちょっとでもエメラルドソナタの HP を上回ることができて、かつ敵の攻撃が耐えられれば、もう負ける要素はない。ただし時間がめちゃめちゃかかると。だからこういう戦法なら、勝つことはできると。勝つことはできるけど時間はめちゃめちゃかかるよっていうね。はい、っていうやり方ですね。だからまあ無課金の人だったら、まあ、完全無課金でそんなにガチャも引いてない人だったら、これこうするしか勝つ方法がないですね。2ターンキルはね、本当に本当に厳しい。これもう本当にエメラルドソナタに、カウントついてるし、でターン終わりでも HP 回復してくるんで、かなり火力が厳しいことになる、うん、っていうところを踏まえてまた紹介しますけど、まずその前にもうちょっと強くした編成、例えば今ならね、あの13機関ブーストと、あとラストリゾートブースト、それからインクレディブルブースト来てますけど、キーブレードのブーストね、普通のあのメダルにかかるブーストよりキーブレードブーストの方が強いんで、こんな感じでですね、ラストリーブ、あ、ごめん、ラストリゾートに今キーブレードブーストかかってるんで、
ラストリーズを使った編成の方がまあ楽ですね。今月で言えば、8月で言えば、8月中にやっちゃうのであれば、ラストリゾートブーストを利用してね、使っていくのが方が楽かなと。あと、これね、ロクサスシオンは普通に13機関ブーストも乗ってるんで、まあ、さらに火力も上がってるといったところで、こんな感じで使うのも手かなと。で、あとね、バイオレットね、さっき説明し、一瞬チラッと説明したけど、これね、最近始めた方だったら、これがね、現状の、防御バフメダル、属性防御バフメダルとしては、まあ、最強。まあ完全に最強だと思うんで、間違いなく、はい、これを使うのも手かな。これカウントプラス1なので、コインカウントはあんまり気にするって言っちゃった、気にする必要もなくなってくるといったところで、これかなり有用ですね。はい、まあそんな感じで、これの方が火力出るんで、こういう編成ができる人だったらこっちの方が楽です。で、バイオレットじゃなくても、さっきプーティガーラビットね、1枚でこと足りたんで、バイオレット持ってない方はね、プーティガーラビット使ってください。はい。まあその他ね、プーティガーラビットじゃなくてもね、ダイオメダルいっぱいあるんだけど、まあそんな感じでですね。はい。できれば、これ8月、今これ、8月に撮ってる動画なんで、今ラストリゾートブースト来てますけど、来月の9月になったら何のブースト来るか分かりませんけど、クリアできない方はね、その時やってるブーストとキーブレードを利用して、クリアしちゃう方が楽です。月初とかね、何もブーストがない状態でクリアするのは、やろうと思うのはちょっと無謀っちゃ無謀なので、できればね、簡単にクリアした方がみんないいと思うので、はい。ぜひね、ブーストを利用した、デッキを組んでみてください。で、あと、2ターンキルね。これ2ターンキルが相当ね、編成難易度めちゃくちゃ上がる。これもう編成難易度低めとかは絶対言えないね。めちゃくちゃこれ難しいです、正直。正直13機関イベント並みに難しいです、2ターンキルは。はい。もうね、火力が出せなかった時点でアウトなんで、まあ2ターンキルっていうのも、まあそういうものなんですけど、はい。これで限界ギリギリだったね。これ以下の火力が、だと、もう勝てない。めちゃめちゃ難しいわ。2ターンキルできる人はほんと限られると思う、今回は。うん。普通にね、無課金の人で2ターンキルできる人少ないんじゃないかなって思う。かなり限られてくると思う。一応これでも編成難易度はね、で、まあ本当にギリ勝てるぐらいまでは一応調整したんですけど、これ、この編成でギリ勝てる程度。サブスロ0です。ただサブスロは0。サブスロは0だ。0だけど、ゼアノートね、これアタック XL400% ついてて、で、覚醒が、これね、ガチね超ガチ覚醒ね空中地上追撃攻撃2000ついてて、でもともとステボっていうところで、で XL4 でしょ。これこの時点でもう無課金の人無理だしねまああれですけどね、あくまでこれゼアノート以上の、別にあのペヤング以上のメダルがある、メダルとかサブスロットとかで補えれば、別にそれはそれで全然いいんですよ。そっちで補えればいいっていうだけなんで。でこれ、ね、ボンドも XL4 ついてますと。あ、だ、ここはアンチホームがね、まあ、アンチホームが一番優しいかな。アンチホームはね、これ無覚醒だから。これ無覚醒。一番優しいと思う。ただ、アンチホーム自体で確率低いからねっていうね。で、先ほどチラッと見せたこのペロサスペローンだね。はい。これもアビニアタックセル 300%。はい。で、シオン HD。これもアタックエクセル4で地上空中ついてますね。はい。これはね、あの、まあ、2ターンキルに関してはね、あの、大半の人はまだ考えなくていいと思う。正直、ここ、クリアする意味もほぼないので、無視してもいいと思うんだよね、本当に。一応やりますけど、攻略動画でやってる以上は一応やりますけど、ほんとね、そんな、ここを無理してクリアする必要全然ないんで、ここクリアできる人ってどれぐらいの人だろうね。コロシアム、これ1000位以内ぐらいとかの人じゃねえかな、多分。1000位とか2000位ぐらい ?PVP とかも多分その辺入れる人じゃない。多分2ターンキル無理でしょ、これデッキ的に。はい。あ、でもまあサブスロー0っていうね、ハンデでやってるんで、まあこういうデッキになりますけど、例えばサブスローがもっとね、積まれていたら、もうちょっと編成難易度は緩くはなるのかなっていう気はするんだけどね。
で、これね、一ターンでエメラルドソナタを倒せるデッキになってます。はい、エメラルドソナタに一度も回復させないことが条件になってくるのかなっていう、2ターンキルするとしたら。なのでこれぐらいの火力が必要になってくると。もっとインビジブルの星7メダルとか持ってる方だったら、そちらを使ったりとか、あとソラシンバとかね、最近のハイスパーメダル、持ってる方だったら そういうメダルを使うのも手かなとは思うんですけど。うわ、こんなとここんな時に宅急便マジかマジか一旦ちょっと待って、勝って止めようこのタイミングで。はい、といった感じで、まあ一応まあこれが2ターンキル編成になりますと。はい、とまあそんな感じですね。はい、何事もなくあったように始めますけど、まあそんな感じで、難易度自体はめちゃめちゃ高くなっていると。一応追撃メダルは1枚のみという編成にはしていますけど、まあシオン EX 回だったりとか、まあこれペヤング自体に、バフとかついてるんで、ここシオン EX 回じゃなくても多分大丈夫かなとは思う。あ、でもそっか、あと大丈夫か、大丈夫っちゃ大丈夫かなっていう気はするんで、はい、ここシオン X 回でもなくても多分大丈夫だね。よ、こうやって見ると、こうやって編成見ると多分普通のシオン X でも多分いけるんじゃないかなと思います。あの普通にペロサスでも、バフとかデバフが結構しっかりしてるで、はい、でペヤングとかに攻撃バフついてるんでね、はい、それ考えると別にここシオン X 回である必要もないのかなっていう気が今にして思った。これただのシオン X でもいけそう。はい、まあ、何にせよこれ結構編成難易度高いよね。もう全部だってバフメダル以外はね、シオン以外は全て、星7メダルになってるんで、まあ、編成難易度としてはものすごく高いとっていうところで、まあ2ターンキルに関しては大抵の方はこれ別に今やる必要は特にないです。ほんと自己満の範囲内でしかないので、ここに関してはランキングとか絡んでくるってわけでも全然ないので、ただ勝つだけで言えばね、最初に見せた編成2つ、リゾートの編成とライオンですねの耐久デッキで、まあちょっと時間がかかってもやってしまった方がいいんじゃないかなと個人的には思います。2ターンにこだわる必要ないので、もし2ターンにこだわる人がいればね、自分のメダルを鍛えてですね、あとブーストがかかってる、キーブレード等を使うの方がいいんじゃないかなと思います。で、今回がね、ラストリゾートブーストで単体のキーブレード、単色のキーブレードなんで、まあサブスロも扱いづらいので、なんかね、今月かけてなくても来月3色とか2色ぐらいのキーブレード出てくれば、もっとサブスロも活かせたりするんで、うん、まあちょっとリゾートのスピード属性と相手がマジック属性なんで属性的には噛み合ってるもののね、サブスロって意味ではちょっと微妙なのかなっていうところもあるんで、単色キーブレードとどうしてもねサブスロが活かしづらいというか上げにくいところがあるんで、はい、まあ、そんな感じでですね、今勝てなくてもそんなに焦る必要はないよと。で、勝とうと思ったら耐久デッキを使いましょうってことですね。はい、って感じです。まあ、参考になるかは分かりませんけど、まあ、とりあえず耐久の方が推奨しますという話ですね。で、プラウドね、僕全然やってないからね。これですよ。あの、777とか769とか、あたりで苦戦してる方がいるみたいですけど、ね、実際それね、分かんないんだよね。どんな条件のクエストかも分かんないっていうね。そのレベルなので、ちょっと、次のね、遊び放題キャンペーンが多分3周年に合わせてくるのかな、に来たらちょっとプラウド頑張ろうかなと思いますので、ちょっと、まあ、待っててください。頑張るので。まあ毎日ね、プラウド10個ずつ進んでいけば、まあ、月末には結構進んでるかなと思うんですけど、まあいかんせん時間がっていうところもあるんで、ちょっと勘弁してほしいところはありますね。ちょっと頑張ります。はい、なんかね、777がなんだっけ、ランダム攻撃で10回以上だから、そんな
やつだっけ、多分なんか聞いた話ではですね。まあ難しそうですね、確かに確かに難しそうですけど、ちょっとやってみないと分かんないのでちょっと頑張ります。はい、といったところで、あのトリックマスターのメインクエスト835の、解説動攻略解説動画になりました。はい、それではご視聴ありがとうございました。